こんにちは。浜ナビナビゲーターの tvd アナウンサー根岸佑介です。さあ、皆さん最近よく見かけるこのアイコンご存知という方も多いと思うんですが、そうです。sdgs のロゴです。サステイナブルデベロップメントゴールズ持続可能な開発目標を意味する sdgs 2030年までに持続可能で、より良い世界を目指す。世界共通の国際目標経済環境。 社会のさまざまな課題を包括的に扱いご覧の17のゴール169のターゲットから構成され地球上の誰一人取り残さないことを誓っていますこのロゴマークの色が17のゴールを表しています今年の春、浜ナビでは身近な SDGs の取り組みについてご紹介させていただいたんですが放送後もっと SDGs について知りたいというメールやお便りをたくさんいただきました。 そこで今回の「浜ナビは今話題の SDGs をさらに深掘り横浜市のさまざまな取り組みや SDGs 未来都市である横浜の未来についてたっぷりとナビゲートしていきます横浜市の最高検証である横浜文化賞の贈呈式が館内ホール大ホールで開催されました。 横浜文化賞五人、横浜文化賞文化芸術奨励賞一人と一団体の各受賞者に、山中武晴横浜市長より表彰状と副賞が贈呈されました。浜ナビ、今回は持続可能でより良い世界を目指す横浜の SDGs の取り組みをナビゲート。 横浜市の SDGs の取り組みについて詳しく伺っていくために横浜市役所にやってきましたネクタイとか曲がってないかな大丈夫ですかねそれでは行ってきます緊張した面持ちの目岸やナ。というのもこちら市役所のとある会議室です実は今回お話をお伺いするのが山中竹あ横浜市長ですよろしくお願いいたします横浜市長の山中ですよろしくお願いします さあ早速なんですが市長今オムニにつけていらっしゃるのは SDGs のバッジですよねはいそうですこちら本当に最近街中でよく見かけるようになりましたねはい国連の公式バッジなんですが、えー、つけている人がだいぶ増えたと思いますはい、我々 TVK も SDGs の啓発も極を上げて取り組んでおります今日はいろいろとお話をお聞かせくださいよろしくお願いいたします では早速 SDGs 持続可能な開発目標ということですがその「持続可能な」という言葉の意味はどのように捉えていったらいいでしょうか。SDGs の S が「S」がサステイナブル、すすなわち持続可能といいう意味を表しています私たちが住んでいる社会が破綻することなくずっと続いていくためにはいろんな課題があるわけなんですけども。 その課題に対してその場しのぎの一時的な対応ではなくてずっと継続できる仕組みを作っていくそういうことが重要になりますそしてその際は誰一人取り残さないそういった視点も欠かせません それを踏まえた上でより良い社会の実現を目指すためのデベロップメントゴールス開発目標があるというわけですよね。その十七のゴールというのをこちらパネル用意しておりますのでご覧いただきたいと思います。キティちゃんが紹介をしてくれています。よく見るとですねリボンのこの色合いも実は SDGs のロゴの色合いと同じということになっています。 一が貧困をなくそう、そして三番はすべての人に健康と福祉を、そのお隣の四が質の高い教育をみんなに、下の段に行きますと八番が働きがいも経済成長も、十四番十五番あたりは海や陸の自然を守っていこうという項目もあります。こう見ると非常にこう細分化されていて幅広いですよね。はい、この十七個のゴールは主にですね、環境経済 社会の3つのつ側面から捉えることができると思いますですから一つ一つのゴールを個別に解決していくんではなくていくつかのゴールを互いに関連づけながら組み合わせて一緒にですね解決できるように取り組んでいくことが重要だと思います。 続いて七番はエネルギーをみんなにそしてクリーンにさらに十三番は気候変動に具体的な対策をということでこのあたりは最近よく話題にまがってくる脱炭素化そして温暖化対策の部分ですよね。はい、私たちが取り組むべき重要な課題の一つだと思います。日本では昨年の十月に政府が二千五十年までの温室効果ガス排出ゼロを打ち出しました。 横浜市は2018年に国内の大都市の中ではいち早く2050年までに脱炭素化を実現することを意味するゼロカーボン横浜これを宣言しましまたそして SDGs= 環境というイメージも強い気がしますがこちら見てみますと。 1>, 1番の「貧困をなくそう」であったり3番の「全ての人に健康と福祉を」また10番の「人や国の不平等をなくそうと」とこの辺りは横浜市も子どもの貧困対策やひとり親家庭の支援そして医療福祉の充実障害者支援など関連する多くの施策を進めております。 今年の東京2020パラリンピックの開会式ではアーティストやそしてクリエイターの発想を生かしたソーシャルサーカスというプログラムが行われましたねえ実は昨年ですねソーシャルサーカスは横浜パラトリエンナーレの中ででも取り入れられらたんですよねソーシャルサーカスとはもともとヨーロッパで貧困や障害などさまざまな社会的課題を解決するために生まれたもの。社会との接点が薄い人々に サーカスのエクササイズを通じてバランス感覚や協調性コミュニケーション力などを養ってもらい社会参画につなげるもので横浜パラトリエンナーレでは障害のある方が参加しました。 横浜パラトリエンナーレでの取り組みをきっかけに横浜でもこのプログラムを広げていくプロジェクトが始まっていますこれも SDGs に貢献するものだと思いますまた多様性を理解するこういったことにもつながると思いますそうですよねこうして見渡していくと市役所の仕事や私たちの暮らしに関連している項目が非常に多いですねそうなんですだからこそ SDGs が掲げる課題は 市役所だけでなく企業団体学術機関市民活動団体そして市民の皆様お一人お一人の力を結集しなければ達成すすることとができないと思い思ます横浜市は皆様とパートナーシップを築いて SDGs の達成を支援していくために横浜 SDGs デザインセンターを官民連携で運営しています。 ここか市長にお話を伺って、私なりにですけれども、こうだいぶ大枠でイメージを捉えることができました。そこで早速、横浜 SDGs デザインセンターが連携している市内のさまざまな取り組みをご紹介していこうと思います。市長にはまた後ほどお話を伺っていきます。ここまで本当にありがとうございました。ありがとうございました。山中市長のお話を伺い、SDGs の全体像をイメージできた根岸シアナ。 続いて横浜市で行われている取り組みを通して SDGs を体感します最初に訪れたのは横浜ベイシェラトンホテルにやってきました70カ国以上400を超える都市で展開されているまさに世界規模のホテルなんですがこちらでは世界の未来そして地元横浜の未来を見据えた SDGs の取り組みが進められているんですシェラトンならではの SDGs の取り組みについて SDGs アンバサダーの三亀さんにお話を伺いますまずこちらで進められている SDGs の取り組みどうういったものなんでしょうか、はい、横浜ベイシュラットンホテルではヤサイクルはホテルのレストランで出た食品残酢を専用の機械で肥料化しその肥料を横浜市内の農家さんに提供します。 そしてその農家さんで育てられた野菜などをまたホテルのレストランで使用するという自立循環型の食品リサイクルループのことです。私たちはこの取り組みを2008年から行っています。2008年から行っている野菜クルの取り組み。2018年には横浜市から食品廃棄物の発生抑制、再生利用啓発などの取り組みを行っている事業者に送られる食の 3R、 キラボシ活動賞を受賞。食品廃棄ロス削減はもちろん、地産地消にもつながっているんです。今回は特別に食品資源再生機を見せていただく方に、こちらがもうヤサイクルの取り組みではもう欠かせない場所になるわけですね。はい。はい、そうです。再生処理をする、はい、機械。この機械で肥料を作ることができるということなんですが。はい どんなふうにやっていくのがちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい。かしこまりました。はい。<お>ここにいろいろ投入していくわけですよね。へ、はいえー。あ、プチみたいな感じのですね。はい。いろいろな形のブレードがあることによって食品の資源を拡散してくれる。はー。えー、24時間回転して、なおかつ微生物が活動しやすい。はいはい 最適な温度まで上げていい炭酸ガスと水分はこちらの方に逃がしてくれると、はい、ですので<ー>臭いも発生しませんし虫とかが寄りつくようなこともない形になってますそんな野サイクルの作業を特別に見せていただきます、えー、ここにこうやって入れたものが、はい、先ほど見せていただいたような本当にこう肥料状になっていくんですね。はい 本当にこう SDGs とマッチした取り組みになってますね,すねはい。こちらで再生された肥料は市内の契約農家に提供されます神奈川区の春風農園では野菜クルの肥料を使って野菜の栽培を開始するそうです相馬さんにお話を伺いますまずこちらの春風農園さんでは、はい、どういった野菜を栽培されているんですか はい、あの年間三十、えー、種類くらいのロ地野菜を、うんえー、少量多品種で作っております。うん、今はキャベツとか大根とかブロッコリー、まあ人参、長ネギ、ジャガイモまあいろいろはい作っております。今回野菜来るという取り組みに参加された経緯を教えていただけますか。 はいえー、たまたまあの私の自宅で直売をしているところにあの環境などかいろいろ活動してるな,さな,なさってる方がいらっしゃってでその方がヤ、まあ、サイクルさんの方に春風農園を紹介して頂い,いてその時に、えー、ちょうど私もあの植物性の堆肥を探していましてとてもいいタイミングでしたので、えー、堆肥を使わせていただくことにしましたまたヤサイクルさんの循環型の、まあ、SDGs の取り組みにもとても共感しまして。 地球の未来のためにと思いましてはいぜひ,ぜひということで参加しましまた実際野サイクルの循環というのは始まっているんですね。はいはいあ はい、ちょうどあの堆肥を頂い,いたところで、はい、それをあの畑の方に今入れ込んででいるところです、うんはい、春キャベツの定食をこれからしようと思っているんですけれども、ね、そのために畑の方で準備をしてます、はい、じゃあまさにそのサイクルがこれから、はい、スタートして、はい、軌道に乗っていくということになると思うんですが、はい、改めて今後に向けてはいかかがですか、はい、やはりあの堆肥自然のものを入れますと野菜も甘みとか旨味みがとても増すと思いますのであの地域の方にその美味しさを味わっていただいて 喜んでいってもらいたいと思ってますそれがね本当にこう皆さんも喜んでそして s d g ズの精神につながっていくということになっていくと思いますのでこ、はいはい、れからも頑張ってくださいああり,いありがとうございました春風農園の直売所は水曜日と土曜日にオープンしています朝どれ新鮮野菜が並んでいます野菜クルによって栽培される地元産の野菜横浜ベイシェラトンホテルタワーズでは多彩なレストランで提供されています 本日は2回オールデービュッフェコンパスで厳選された朝食をいただきます豪華そしてもう見た目もねそれぞれ鮮やかでテンション上がっちゃいますねじゃあまずはサラダからねいただきましょうドレッシングを出けましてはいシャキシャキ新鮮でやっぱりちょっとね甘みがあってなんか目が覚めますねこのオムレツいただきたいと思います 見てください。チーズが入っております。うん、このね、ふわふわ感、これがやっぱりホテルのオムレツですよね。美味しいな。やっぱり朝の時間ってちょっとこうバタバタしがちだと思うんですけど、このホテルでいただく充実したお料理とこのゆったりとした時間、最高ですね。大変美味しくいただいております。ありがとうございます。 野菜だったり、食材のこだわり、はい、っていうのは、どんなものがあるんでしょうか。はい。えっ、ー、と、今ですと、はい、あの地元の横浜近隣の農家さんからです。いろいろなお野菜を取り寄せてまして。うんうん、レタスやミニトマト、お大根、ええ、かぼちゃや長ネギ。など、季節ごとにいろいろなお野菜をご用意しております。改 <laughs> めて、その野菜くるという。取り組みについては、どんなふうにお考えですか。はいはい、あの、食品廃棄の問題なども、今非常に。あの、重要な課題ですので、ホテルの大事な取り組みとして。 あのにも合致したあの大事なこととしてて考えておりますここで頂い,いてやっぱり改めて朝食って大事だなっていうのはすご感じましたね,ね、はい、朝食はチェックアウトされるお客様最後の思い出の場所ですので、はい、とても大事なこととして捉えておりますじゃかなりやっぱりこだわってらっしゃるんです、ねはい、そうですねさらにホテル2階のラウンジシーウィンドウでは SDGs を実感できるこんなドリンクも 横浜ウッドストロープロジェクトの取り組みに賛同し横浜さんの木のストローがセットになったオリリジナルルモクテルヒーリングフォレストを販売しています有名ホテルが進める SDGs の取り組み最後にアンバサダーの三亀さんに持続可能な社会づくりについて改めて伺いますアンバサダーとして活動をする中で改めて SDGs との向き合い方や考え方変化していった部分ってありますか はい、そうですね、日々多くのお客様にご利用いただいているホテルとして、積極的に SDGs に取り組む重要性を改めて感じています。そして、この取り組みは、ホテルのスタッフだけではなくて、お客様にも知ってもらって、協力してもらうことが必要不可欠だと感じています。 南ンサダの活動を通してより多くの人に私たちの取り組みをしてもらいたいと考えております今日私もいろいろ見せていただいて非常に勉強になりました本当にありがとうございました,、はい、ました横浜ベイシェラトンホテルタワーズはお客様とともに人と環境に優しいホテルを目指しています横浜市役所に戻ってきたネギシアナ続いて紹介する SDGs の取り組みは さあ皆さんあちらのカフェ利用しているという方も多いかもしれませんが実はこちらでも SDGs の取り組みが進められているんですやってきたのはスススターバックク横浜市役所ラクシスフロント店 SDGs の取り組みについてディストリクトマネージャーの日暮さんに伺います。さあまずススターバックスさんでは、はい SDGS について、どのような考えをお持ちなんでしょうか。はい、スターバックスはソーシャルインパクトの取り組みとしまして、三本の柱を掲げております。一つ目はピープル、そしてもう一つはプラネット。最後がコミュニティです。スターバックスはリソースポジティブカンパニーとして、二千三十年までに店舗から出る。廃棄物の五十パーセントを削減する目標を持つとともに、店舗を構える。コミュニティに対しても、ポジティブな影響を与えれるよう、取り組みを続けてまいります。 はっきりとそういった目標を掲げていらっしゃるんですね。はい。ではこの横浜市役所ラックシスフロント店の取り組みについても具体的にこの後伺っていきたいと思います。お願いします。さあこちらでは SDGs の目標を達成のためにどういった取り組みをされているんでしょうか。はい、はい、えっと店舗ではえっと店内でごゆっくりされるお客様に対してマグカップのご利用をおすすめしております。 マグカップを利用することによってプラスチックカップの廃棄物の削減につながっておりま,すまた環境にいいだけではなくコーヒーの香りがより楽しめたりラテアートを楽しめたり、はい、あのいいことがたくさんあります。 でそのマグカップの下にはタンブラーもかなり品揃えが豊富ですねはい今、クリスマスの限定のものがたくさん出ております、はい、マイタンブラーをお持ちいただくとゴミの削減にもつながりますし環境へ配慮していただいたお礼としてドリンクの20円引きでご提供させてていいただいておりますあとお店に入って目につくあちらの黒板には「イライト・イン・ザ・ナイト」というふうふに書かれていますけれどもあちら、私も実はプライベートで一度参加したことがあるんですけれども。 ダウンンライイトトのイベントですよねはい、えー、月に一度営業時間内に店内の照明を一部消灯し非日常な空間を楽しんでいただくディライトインザナイトというイベントを行っております照明を暗くすることで CO2 の削減につながりいつもと違う雰囲気の中でみなとみらいの夜景を楽しみながら環境についてゆっくり考える機会となっております スターバックスさんのさまざまな取り組み、を教えていただいて、ありがとうございまますすありがとうございますそして今後については、どんなふうにお考えでしょうか今後は、より多くの横浜のお客様にしていただき、参加してもらうことができるよう、これからも横浜市の皆様と共に継続して取り組みを行って、店舗から情報を発信していきたいと考えておりますでは本当にありがとうございました。ありがとうございます インタビューを終えたネギシアナ大好きなスターバックスラテをマグカップでいただきますまずね見ていただきたいのがこちらですよラテアートこちらのお店のナンバーワンラテマスターが、えー、作ったということでいただきたいと思いますあ,あ、やっぱりコーヒーの味風味香り 全部を楽しむんだったらマグカップですねやっぱりこの蓋がない分すごいふわっとこう香ってきてスターバックスラテは間違いない <laughs> いつもお世話になってますスターバックスラテを堪能していると<え>始まりましたね今店内の正面が落とされました手元に ほのかに揺らめいているこのキャンドルの明かりだけになりましたねちょっと目の前見てくださいこちら港未来の夜景一望できるんですよねしかもこの素敵なイベントが SDGs につながっているということでですから SDGs ていうとちょっとこう硬いイメージがあるかもしれないですけど場合によってはこうやって楽しみながら取り組むこともできるということですよね スターバックスは身近なイベントをはじめ積極的に SDGs に取り組み、サステナブルで高品質な商品をお届けします。今回の浜並では横浜市で行われている SDGs の取り組みについてご紹介してまいりました。さあ山中市長改めまして SDGs のこのこれからについてお考えお聞かせお願いします。はい、日本における SDGs の認知度っていうのは高まっていると思うんですが。 取り組むべき課題はまだまだたくさんあると思いますまずは SDGs の意義これを知ってもらうことそして SDGs が私たちの暮らしと深い関わりがあることを知ってもらうことこれらが大切な第一歩だと思いますその上で私たち一人一人が考え実践していくことこういったことが重要ですその私たち一人一人にできること例えばどういったことがあるんでしょうか はい例えば省エネやゴミの減量こういったことは分かりやすい取り組みだと思いますまた家事や育児を分担するとかあるいはできるだけ公共交通機関を利用するこういったことも sdg s に繋がる行動ですよね、はい、またそれぞれの目標について調べてみたり周りの人とお話をしたりするっていうことも実践の一つと言えるんじゃないでしょうか今 ご家庭の電気を再生可能エネルギーに変更するこういうキャンンペーンをやっていいますこういったことに各ご家庭で参加していただくのも分かりやすい取り組みの一つだと思います一人一人が自分ごとと捉えて取り組んでいくこれが大切なんですねそうしたお一人お一人の行動の積み重ねが大きな力につながっていきます。そして 市民の皆様の第一歩をしっかり後押しさせていただくのが、横浜市のの行政ととしてて役割だと思っていますそしてここ横浜の最大の強みである市民力、この市民力を生かしながら、横浜市は日本最大の基礎自治体として、SDGs の達成に向けて、しっかりりと取り組んでいきますそれでは山中市長、視聴者に向けてメッセージをお願いします。はいこれから 2030年までが SDGs 達成の取り組みを拡大加速するための行動の10年だと言われています。私たちの未来のために一緒に取り組んでいきましょう。山中市長本日はお忙しい中お時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回は。 SDGs 持続可能な開発目標の実現に向けた横浜市のさまざまな取り組みをナビゲートしてまいりました SDGs と聞くと聞き覚えはあるんだけどなかなかイメージが湧かないという方も多かったんじゃないでしょうかでも意外と身近なところで進められていてそして私たちも案外簡単に取り組むことができるそんな印象を受けました山中市長の SDGs に対する熱い思いも伝わってきました SDGs 未来都市横浜の実現に向けて 私たち一人一人が考え実行していくことが大切だと思います。